おはようございます。ティラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。この始まり方はね、まあ恒例なんですけどもね、このパートからちょっとね、まあちょっと改めましてちょっと挨拶をしたいと思います。私ティラと言いまして、ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーがかなり好きな人です。はい、どれぐらい好きなのかって言いますとね、まあシャープで言うと、まあ動画本数としては250本ですか、はい、生放送とかもポッてしてますし、はい、よろしければね見に来ていただけたらと思います。で、今回何をするかって言いますと、新しい企画を考えつきましたんで、それをねシリーズ化していこうと思います。よろしくお願いします。何をするのかって言いますと、ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーは、まあいわばちょっとしたストーリーを追っていく大会モード、ライバルたちを倒して一応この大会モード上のチャンピオンを目指すモードがあるんですよ。まあストーリーモードですね、短めですけど、はい、まあどっかのベイブレードのソフトよりかはストーリーできてるんですけど、はい。でこちらの大会モードを、まあとある縛りを設けてね、やっていこうと思います。はい、一応私はドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーはかなりやってきてはいますんで、敵の情報もわかるんですよ。ストーリーの敵が何してくるか、何使ってくるかもわかってるわけですよ。つまりある程度縛ってもクリアできる可能性がある。それを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。久しぶりのストーリーだ。さあ、それはね、主人公、今回の主人公はユラと言うんですけど、今回の主人公はユラちゃんと言います。はい。ね。それはユラが、16歳になる誕生日の日であった。はい。設定上夏休みです。ね。なんだってバトルの大会に出たいだぞと。お父さん戻れてますよ。この笑顔ですよ。ついにその気になってくれたのだなと。はい。もうね、このライバルのリュウタ君は公式大会すでにチャンピオン。その話を聞くと、ね、父さんはどんだけ悔しい思いしてきたかとね、もうなぜか家庭間の愛想にね、私は巻き込まれることになります。はい。さあ、お母さん綺麗です。すごいね、もうすべての実況者が言うこと、お母さん綺麗だねって言います。僕も綺麗だと思います。手が、腕とか手綺麗だと思います。はい。いや、まあそういうわけでね、バトルロードの話になってくるわけですけども、まあ、とりあえずですね、ここでカードをもらったりするんですけど、今回縛るのはですね、カードです。カードとモンスターを縛ります。基本的には、まあ、モンスター縛ってるんですけど、ちょっとやむを得ない事情がありまして、その縛りをちょっとだけ緩くしないといけない場合がありまして、まあ、それはおいおい説明していきます。じゃあ、とりあえず初めの戦闘までカットしますね。まず大会に出る前にね、まあ、オープニングイベントとしまして、まずね、まあ、一般的には負けバトルとされているリュウタに挑む必要があります。というわけでね、リュウタとやるときにね、もう早速この縛りを適用していこうと思います。まあ、あと今からやるチュートリアル2戦は負けても勝っても別にね、どっちでも話が進んでいきますんでね、まあ概要を説明しながらゆるくやっていけたらなと思います。というわけでね、チャンピオンのリュウタと戦います。さあ、今回の縛りでね、勝てるかどうか見ものです。さあ、リュウタのチームがね、チャンピオンのね、強力なチームできます。正直リュウタはこの時期が一番強いと思ってます。はい、もうきついもん。キーズラゴンドラゴンキッズ舞踏会というね、もうなんかものすごいチューパーができます。恐ろしいですね。これにどう勝てと。初めのカードでね、勝つのはかなり困難となっております。さあ、というわけでですね、まあこのチームなんですけど、今回の縛り、題名や概要欄にも書いていますけども、今回の縛りはですね、まあお気に入りチームにも登録してあります。こちらですね。はい。鬼コンボ縛りです。鬼コンボで統一します。大会モードをクリアするのに対し、ほとんどの全ての大会やフリーでチームを選べる時の、戦いにおいて全て鬼コンボでいきます。なんとも頭の悪い話ですけど、皆さんついてきてください。なぜこの縛りをやることになったかっていう背景をちょっとだけ今説明しますとですね、モンバトの実況されている方とか一緒に盛り上げてくれる方とかは結構いたり、実況している方はいるんですけど、こういうモンスターでずっと同じモンスターで戦い続けるって人は動画的にも映えませんし、そもそも難易度が高いんですよ。正直言いますと、この鬼コンボがどれぐらい強いのかって言いますと、そんな強くないっす。そんな強くないっす。はい。で、このね、そんな強くない鬼コンボをね、愛を持って使って優勝、もうチャンピオンを目指すというね、素晴らしい企画になっております。はい。じゃあ、まず鬼コンボの強さを見るね、いい機会だと思うんでね、早速行きましょう。鬼コンボ、レッツゴー鬼コンボ。さあ、初陣を飛ばさせてみましょうか。大木内、アークデーモン、コングヘッドの登場です。
なぜこの3体合体するか未だによくわかりません。さあ、合体演出見ましょうよ。なんと、アークデーモンたちが。3体合体いくぜー今回の主人公、オリコン坊の登場です。もう見た目がまあ強そうではあるんだけど。その強さは、僕は知ってるんだよ。さあ、オリコン坊の初陣です。でけえ、やっぱ合体のモンスターってロマンだよな。ね、合体モンスターってやっぱロマンっすよね。オリコン坊を使う背景はそれこそモンスター縛りとかありますけど、僕ドラゴンクエストタクトとかやってるんですけど、一応タクトでね、長い間オリコンボリーダーすね。さあ、始まりました。オリコンボの初陣、HP2800 って高いじゃんって思うじゃないですか。うん、オリコンボはね、攻撃力が高いんですけど、確かに。終わりです初陣初陣や終わりです。はい、こうなります。こうなるとですね、合体モンスターは何もできません。特徴として、状態上の耐性はまあ比較的高い方には入るんですけど、まあこうやって止まるとね、もう何もできなくなってね、ひたすらボコボコにされるね。もうひたすらボコボコにされます、こうやって。もうこういうね、情けない姿を皆さんにまず披露していきます。早くもね、何もできない状態から始まりました。鬼コンボは一応火力は高く、力が高く、ウルトラスタンプっていうのは通行率、まあ配信率ですね。配信の一撃率がね、合体モンスター中トップレベルのウルトラスタンプの技があるんですけども、まあ命中率も悪いんですけどね。はい。まあ耐久に関してはもうね、本当にボロカスで強い属性って何みたいな、そういうレベルです。来ました！いきます！いくぜー！通過感！ウルトラスタンプ、セーの恐怖のコンボ、ウルトラスタンプ、セーの怖い、弱く、弱いなき。まあ、A 技は2回攻撃のウルトラスタンプ。しかし、まあ、弱いこと。しかし、もう弱いこと、弱いこと。まあ、キースドラゴンに対しては打撃耐性があったんで、仕方ない部分こそあったんですけど。さあ、奇跡の逆転を狙うともう言われてますが、もうこれ、もうね、勝てるわけがないんだけどな。そもそもこのバトルに、まあ、勝てという方が無理だったのではないかという話なんですけど、キースロゴンには打撃耐性あったし、武道家はね、まあ、聖堂の盾持ってるし避けるしで、鬼コンボにはもう非常に分が悪い相手です、ぶっちゃけ言えば。はい、ぶっちゃけ言うとこの相手は鬼コンボに立ってはすんごい相性悪いです。さあまあね、見てくださいよ、左上あるじゃないですか、これ相手の大振れして、これが溜まるとですね、勇気の一撃、まあ、とどめの一撃っていう超強力な技、もう打ったら勝ち確です。そんなんがあるんですけど、まあ、こっち合体モンスターな関係上、溜まりづらいっていう特徴があります。合体モンスターはですね、右下の大振がね、溜まりづらいって特徴もあるんでね、なかなか厳しい戦いを強いられることが多いんですけど、まあ、このようにね、雑魚みたいなダメージがある。もう一体何なんだ、このチームと。もうなんだこいつというレベルで、今ね、情けない姿を今披露してますよ、鬼コンボは。鬼コンボはね、すでに情けない姿を披露しておりますが、皆さんに。もうこの時点でね、もう普通に、もうバックしてる、動画バックしてる人が多いんじゃないかと思ってます。さようなら。さようなら、鬼コンボ。初陣、負け負け負け勝てるか、こんな勝てるか、こんなもん。ああ、ひでえな、こりゃ。初陣からこれよ。というわけでですね、まあ、リュウタにボコボコにされたわけですけど、なんだったら初めにもらうスライムシールド構造なんかよりよっぽどボコボコにされた気がするんだけど、僕は。で、このね、今度はヒナと戦う、まあ、チュートリアルバトルです。ヒナに負けることもなんかありそうな気がするんですけど、まあ、今度はヒナと戦って、ストーリーを進める感じですね。さあ、ヒナのチームが登場するんですけど、リュウタほど HP が高くなく、まあ、魔物使いレベルも低めなんでね、脅威は少ないです。まあ、通行員とかの脅威がすんごいことになってますけどね。でですね、もう一つ、縛り内容としてちょっとあるのが、この大会モードって言いますのは、職業別の大会があるんですよ。魔物使い大会っていうのは もちろんあって、その場合は鬼コンボで行けばいいんですけど、戦士、武闘家、魔法使い、僧侶、まあ、バトルマスター、賢者とかありますけども、そのあたりに関しては、鬼コンボを使えないんですよ。主人公が必ず入ってしまうという関係上、鬼コンボを使うことが不可能となります。その際は、縛りとしまして、鬼コンボの素材のみで
戦うことになります。主人公の装備は自由、鬼コンボの素材である大切打ち、アークデーモン、コングヘッドを使うという形となっており、さらにスペシャルカードを鬼コンボにします。これにすることにより、まあ理不尽な難易度ではないということで、その、まあスペシャルカードの分ね、その分ちょっと損することになるんでね、主人公がいる分鬼コンボは絶対スペシャルカードを使うことになります。他のスペシャルカードを使ってはいけません。すべて鬼コンボです。もう、これわかりますよね、もう。なんか、職業別に作ったはいいんですよ、チームを。全部スペシャルカード鬼コンボです。このような形でね、まあやむを得ない場合、まあまたはね、普通にやる場合も、大きく言ってアークデーモンとかのお供を使いつつ、スペシャルカードが鬼コンボとなります。鬼コンボの場合はスペシャルカードは縛りません。はい。まあ一応例としましてね、ちょっと今回は、ね、僧侶を使っていきたいと思います。一応まあここのフリーバトル本当は鬼コンボでやるべきなんですけど、まあ例を説明するにはちょうどいいかなと思うんでね。まあ、言うようになるよって感じですね。さあ、僧侶でいきましょう。音はアークデーモン大きいですし、コングヘッドはお休みですが、SP カードはすべて鬼コンボです。さあ、初の主人公入り、アークデーモンと大きいです。まあ、分離した形ですね。はい。まあ、僧侶や戦士に関しては、ちょっと有利です。こっちでチーム組むには。主人公を入れるに関しては、相性、職業相性っていうのがありまして、このゲームには。職業相性をうまく使っていくと、まあ、HP が上昇したりとか有利な、ね、感じになるんですけど、武闘家と魔法使いは逆立ちしても相性が良くなりません。鬼コンボの合体モサの元の3体がいるんですけど、その3体は逆立ちしても武闘家と魔法使いには相性を組めません。僧侶と戦士のみ組めます。なんで主人公いる場合は僧侶と戦士が優勢になるのかなって感じですね。さあ、大きいパワースタンプ、よいしょ、あー大きい打ち、こうするしかありません。アークデーモン強いんじゃねえか、でも。イオナズン、これがあるぜ。イオナズン爆裂、それ、あー、いいね。アークデーモンの方が強いんじゃねえかな、鬼コンボより。やだやだやだ、ちょっと待って待って待って。強い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 。きついきつい。いや、てか、これ、アークデーモンに攻撃いくのかな？これ、ちょっと僧侶に行ってほしいんだけどな。賢者のロマンは着せたのに。あ、いい、バギマン打点いい、普通に。どうしてもこの合体元の3体ってなると大きい打ちが機嫌に左右されそうな気がする。いやー厳しいね。まあもう1体ね、コングヘッドってやつもいるんですけど、まあそれはまあ後々出てくるでしょう、気にしなくても。いや、溜めるからのジャンプ切りで痛恨が一番怖い。あ、痛い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 、結構食らう。まあまあ引いてないなら大丈夫だ。ちょっと勝ちがいね、ひなには勝っておきたいよね、せめてちょっとチュートリアル的にね。よいしょ、オッケー、やる。もうこれはいったべ。これはいった。あれ、これ鬼コンボ出ない？ってか、鬼コンボ出る前に、おい、バギマダ点がどんぐらいいく？レベル1。あーってことはこれヨナズンで終わるのでは？え、俺スペシャルカードの鬼コンボを出したいんだけど。スペシャルカード鬼コンボ縛りだからさ。アークでもヨナズンで吹き飛ばしちゃうんじゃないこれ。まあまあまあ別にまあ、ありっちゃありですよ。それでもいいんですよ。ヨナズン爆裂！せーの！よいしょー。うん、合体した方が強いな。うん、夜が明けましてね、今日から大会があるぞということなんでね、はい、この大会はね、主人公がね全部優勝するまでねずーっと開かれてるという、なんとも律儀な大会です。何度負けようがね、何時間経とうがね、何年経とうがね、大会がね、主人公が優勝するまでね、開いてくれるという良心的な大会です。デキレースです。さあ、大会の聖地、コロシアムセンターにやってきたわけですけどもね。まあ、早速フレッシュマン大会ということで。まあ、基本職業5色の大会がある状態なんですけど、まあ、先ほど言った通りね、魔物使いは鬼コンボ縛り。そしてこの職業はね、職業の主人公を絶対使わなくてはいけないので、先ほどのようにね、まあ、合体元のモンスター必ず2体入れて主人公、SP カードは鬼コンボという縛りですね。まあ、今回は、とりあえず、鬼コンボの活躍を見たいんで、まあ一戦目なんか悲しいことになってますけど、吹き飛んでったり麻痺してったりね、ろくなことなかったんですけど、魔物使い決定戦、鬼コンボのみで参りたいと思います。よろしくお願いします。